今回はミス・マルカ広告物語12を紹介します。エーデル・ワイスとキラに連れられミス・マルカへと帰還したマヒロが目にしたのは魔物に蹂躙され変わり果てた祖国の姿だった。全世界規模の災害から民を守るためにキラとの交渉に乗り、 管理者として聖魔灰の秘密を語り出すマヒロ一方パリエルトルナスはマヒロ救出のためにミスマルカへとかけていた果たして聖魔灰は蘇えるのかそして魔物の信仰を受けた世界の命運はこれはただ一匹の牙よりも理性を信じた蛇の物語マヒロの血縁関係のことも今巻宙で明かされます個人的には 星つ第2部完結一気に読み終えたたった一言で流れが変わる場面が個人的に好きしかしあれ伏線だったんだな読みながらまさかとんでもないことしてないよなって思いながらページをめくったよ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。